ハヤブサ殿。おう。ええ。ねえ。まさか。うん。はい。オッケーよ。我らの大切なものを運んでいた輸送部隊がこの辺りを通過したとのこと。ここで落としたのか盗まれたのか、いずれにせよ探してみよう。あなたたち何を探しているの？私も手伝ってあげる。騒がれても面倒だ。悪いがおとなしくしてもらおう。残念です。よし、文句なしの戦果だ。なんだか騒がしいな。仲間を呼んだ方が良さそうじゃねえか。近くにも賊がいるようだな。奴らを刺激せぬよう急いで物を探すぞ。輸送部隊はあの辺りで休憩をしたそうだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急ごう。私の直感だとあっちが怪しそう。よかったら行ってみて。ちょっとね。てめえら何の用だ。マリン、少しは怒ったらどうだ。よし、文句なしの戦果だ。このロッドとリール、匠の技だな。あ、いや、これも目的のものではない。どけ。もう、ハヤブサさんのお寿司好きなんでしょ。探し物が見つかったら寿司パーティーしましょう。そうだな、ね、うまい魚と、そして美女がいればいいことだ。ハヤブサさんたらお上手。早く探し物見つからないかな。よし、文句なしの戦果だ。そういえば昨日のごちそう美味しかったな。この世界にあんな料理があるなんて。二人にも食べさせてあげたかったな。ここは一度しかしかないか。よし、文句なしの戦果。米のツヤがたまらない。いや、美味しそうだが目的のものではないな。ねえ、雪村さんもお酒いけるんでしょ。探し物が見つかったらパーッとやりましょう。願ってもない名声、ぜひ一本傾けましょう。楽しみ。私こう見えてもジャブだから、誰を倒すの？アリナさんは勇者、スタチです。よし、文句なしの戦果だ。手がかりは何もないみたいね。ところで、あなたたちの大切なものって何？望まれたから。って、どっちも無視？敵の増援か。数はそれほどでもないが侮れないな。無用の殺生は好まぬ。ここは急ぎ脱出するべし。
でリュウが当てちゃうってね。ハヤブサさんは釣り具、雪村さんはお米に反応。これらから推理するに、あれ探してるものってまさか。いやいや違う、違うって決まってるって。無双の名をいただくとは、帝国軍人として誇りに思う。誰を倒すの？次なる目標に向かう。今こそ攻めかかれ。迅速な判断力が勝機を引き寄せるの。容赦はしない。よしよし、文句なしの戦果。ここは一度引くしかないか。どけ。やってやる。これで満足してはいられない。どけ。何の用だ。戦果だ。うわあ、さすが。望まれたから。容赦はしない。ストーン。どけ。結局、あの極上の焼酎は見つかりませんでしたね。新鮮な魚も寿司もどこかに消え失せたな。え、あれってあなたたちの。私が昨日いただいちゃった。え？はあ。むむむ。ねえ。リオ。オッケーよ。戦の真実を見抜く、
それが私の役目。玉木と話すつもりはない。速やかに叩き伏せる。あなたの指が玉木ちゃんと話し合ってあげてください。きっと分かり合います。その必要はない。邪魔をするなら消えてもらう。お兄様、本気で戦うおつもりですか？未練、本気に決まっている。敵将を討ち取った。玉木ちゃん、超エランのところに戻って。こんなところで終わっちゃダメだよ。はい、でもお兄様、私はまだ諦めません。誰を倒すの？終わり。本当にいいのか。家族と戦う覚悟なら遠いできてる。受けよう。兄弟で戦うなんて絶対ダメだよ。いい流れね。四季殿、玉木殿の話を聞かれよう。断る。さすが。蹴散らしてやる。敵に反撃の機を与えてしまったか。同族の争いは多くの悲しみを生む。私にやられたいの？これで満足？玉木殿のため覚悟をつかめていない。断る。同族の話と思うなら口を出さないでもらおう。いい流れね。これで少なくとも玉木の仲間は私を憎むだろうな。言いたい奴には言わせておけ。お前の覚悟、俺には伝わっている。本気でぶつかり世界を変えろ、四季。そして俺を早く元の世界へ帰らせてみろ。お願いです、お兄様。私の話を聞いてください。呼ばれても呼ばれなくても出るとこ出る。帰られる。それが分からぬなら徹底的に潰すしかない。玉木を守る将を倒し追い詰める。いい流れね。玉木には指一本触れさせん。みんな行くぞ。玉木を守るんだ。なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。ルバタだ。ご苦労。俺が相手になろう。行くぞ。ここで終わってしまうのか。上旬の戦果ね。耐えられる。これがよくない。私は真の三国無双よ。いいのあるね。
あなたの逃げなら。まるで時人のよう。いい流れね。その力、心から頼もしく思う。そんな、どうすれば。タヌキは戦意を喪失した。ここで倒せば、二度と話し合う気など起きぬだろう。もう、分かり合えないということですか。私にやられたいの？これで満足。その通りだ、タマキ。妹に手を挙げるなんざ下道の所業だぜ。下道か。それがどうした。よし、こちらの思い通りだ。あなたが呼ぶなら。畜生、私にやられたい。むしろ肩らしだ。次はこうはいかねえからな。これで満足。上場の戦果ね。私の知っているお兄様はもういない。皆様、引きましょう。そうだ、それでいい、タマキ。三成殿。うむ。四季。わかった。そうだね。いいよ。感謝する。承知した。